クロスプレーン式クランクシャフトの 3D モデル。クロスプレーンとは、主にオットーサイクルの90度 V 型8気筒エンジンに用いられるクランクシャフトの構造である。4気筒分のクランクピンが90度の位相で配置されている。4気筒の角、クランクピンは180度位相の1番4番セットと、同様の2番3番セットが90度で交わっている。 名称はこれを軸線方向に眺めたとき、十字型を成すことに由来する。気筒列の配置角が90度の V 型8、気筒エンジンにクロスプレインを用いると、エンジンの振動バランスに優れるため、一般的な乗用車用に適したエンジンとなる。その反面、重いカウンターウェイトが必要であり、回転管性質量が大きく応答性が劣る。 また片列を直列4気筒エンジンと仮定した場合、点火の位相は90度から270度から90度から270度となり、片列の排気をマニフォールドで束ねると、90度位相の排気が集合部分で干渉し、効率が低下する。ドロドロという特徴的な排気音はこのためである。排気干渉を避けるには、 左右気筒列で180度以上の角に気筒ずつを束ねる必要があり、フォード GT など競技用車を除けば空間的制約からあまり実施例はない。クロスプレーン実用化以前の V 型8気筒エンジンでは大多数の直列4気筒エンジンや水平対向4気筒エンジンと同様にフラットプレーンが用いられていた。これは全てのクランクピンが180度以上で配置されており、 名称は、軸線方向に眺めたとき、クランクピンは一線をなすことに由来している。クロスプレーンと異なり、気筒配近くを90度とする積極的な理由がなく、あらゆる角度で利用される。フラットプレーンの V 型8気筒エンジンは、振動バランスは取れないが、カウンターウェイトが軽いため応答が良く、片列の直列4気筒は、展開層が180度等間隔となるため、それらを、 マニフォールドで束ねても排気干渉せず、澄んだ音を発する。乗用車用エンジンには振動低減のため、バランスシャフトを備えるのが一般的であるが、レース用のフォード DFV のように振動の発生を度外視してでも応答性を最優先して、フラットプレーンを採用した V 型8気筒エンジンでは、バランスシャフトを持たない場合が多い。 クロスプレーンは1915年にキャデラックとピアレスで考案された。それ以前の V 型8気筒エンジンはすべて工作が容易なフラットプレーンであった。キャデラックは1923年にクロスプレーンを量産車両に採用し、ピアレスも1924年から追随した。直列4気筒エンジンにもクロスプレーンクランクシャフトが採用されている例がある。 2009年のヤマハユースフ R1 では、クロスプレーン式クランクシャフトが採用されたが、90度 V 型8気筒エンジンとは異なり振動が発生するため、特殊な形状のカウンターウェイトを備えている。この概念は、最初にモートジッピーのレーサーヤマハユーザー M1 で初めて採用された。その後ヤマハ発動機の金属鍛造技術の進歩により、市販車両に、 ベース技術が還元された一例である。このようなクロスプレーン式クランクシャフトはビッグバンエンジンの点火順序を併用することでさらなるパワーを発揮する。ありがとうございます。